今回はピリ辛こんにゃくを作ります。材料は板こんにゃく、味噌大さじ1、ラカント大さじ1、料理酒大さじ2、ごま油、チューブニンニク、醤油小さじ1、七味唐辛子適量です。こんにゃくの中に水分があるので手で押して剥いていきます。そして水で洗います。こんにゃくに味が染み込みやすいように縦横に切れ目を入れていきます。次にこんにゃくを一口大に切っていきます。調味料として味噌大さじ1入れます。ラカントを大さじ1入れます。料理酒を大さじ2入れます。醤油を小さじ1入れます。チューブニンニクを適量入れます。これを混ぜます。お鍋にごま油を小さじ1入れます。切ったこんにゃくを入れます。白い泡が出るくらいまで炒めます。作っておいた調味料を入れます。これを焦げない程度に炒めていきます。ダイエット中でも気にせず食べることができるそうです。食べて痩せる、美味しいおつまみになるそうです。お皿に盛り付けます。お好みで七味を振りかけます。食べて痩せる美味しいおつまみだそうです。ダイエット中でも気にせず食べることができるそうです。ヘルシーでビールのお供に最適だと聞きました。いただきます。レシピは裏切りませんね。とても美味しいです。
缶ビールで乾杯。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。